はい、公認会計士税理士の山田真也です。2020年8月9日放送半沢直樹第4話の経済考察と感想をお話ししたいと思います。今日の内容はこれまでのおさらい、電脳の粉飾は一体何だったのかで、今回の帝国航空編のモデルとなっている JAL の経営破綻は一体どうだったのか、そして感想をお話しします。まずはこれまでのおさらいなんですけれども、大手 IT 企業電脳脱技集団が IT ベンチャースパイラルを買収しようとするところから話がスタートいたします。最初はアドバイザーに半沢たちセントラル証券をつける予定だったんですが、東京中央銀行に乗り換えまして、そこから1500億円の融資を受けて、そのお金で買収しようとします。スパイラルに元いた役員2名からですね、時間外取引で 30% 株を取ったりとか、あとはフォックスを使ってなんとかね、スパイラルの株 50% を超える株式を狙ったわけなんですけれども、ここで窮地に立たされたスパイラル、アドバイザーとして現れたのが半沢直樹たちなんですね。で、半沢たちはどうしたかと思いますと、電脳の指示で動いていたフォックスを逆買収という手段で中身に引き入れようとしまして、結果スパイラルはフォックスを買収することに成功いたします。これでスパイラルフォックス連合ができて株価が急上昇。最初に電脳が用意した1500億円では買収額が足りないということで、東京中央銀行は追加融資500億を画策するわけです。この500億の追加融資が決まってしまうと、半沢たちスパイラルはもう勝ち目がない、さあどうなるというところが第3話までのお話でした。このあたりの詳しい話は私の過去の動画1話2話3話の考察動画で話しておりますので、よかったらそちらも合わせてご覧ください。で、まずですね、電脳の粉飾についてお話しますと、このゼネラル電設っていうのが玉木さんがいた会社ですね、静岡の会社ですね。で、ここはもともと100億の価値があったんですけれども、そこを電脳グループに、事業譲渡しました。そして現金300億で買ってるんですね。で、これがおかしいって話のそもそものスタートです。で、今回はね、この事業譲渡に関しては、電脳の財務が悪ければ特区が戻ってくるよっていうですね、いわゆる財務制限条項コベナンツがついてたという前提でありました。で、このままだとですね、ゼネラル産業がこの差額の300億と100億の差額の200億儲かったままなんで、これどういう風に調整してるかというと、電脳はですね、架空売上で200億計上して、ゼネラル産業は現金を200億渡すと。これを一気に渡すと良くない、多分ね、何年かに、2年目、3年目、4年目っていうふうに何年かに分散して現金を戻してると。これが売上になるので、本来赤字が50億くらいあるのを、この架空売上で、例えばプラスの10億にしたとか、プラスの20億にしたとか、そういう感じで、この事業譲渡をまず最初することによって、あと何年間か利益を出すと。こういうスキームだったんですね。ほんと原作ではこれ結構丁寧になったんですけども、今回のテレビでは本当にこれ、わっと流したからね、よくわからなかった感じですが、一応会計がわかる人向けにですね、会計だとこんな感じです。もうわかんない人流して結構です。結局、1年目ゼネラル産業は事業売却益がね、200億出ましたと。で、1年目電脳はね、損益出ないんですけども、2年目以降ですね、ゼネラル産業は、損失200万出ますけど、1年目ね、プラス200万出てるから、損得なしと。電脳の方は2年目以降に利益がですね、200億円かさ上げができると。こういうスキームだったんですね。原作の方で言うと、なんでゼネラル産業はね、わざわざこういった取引をやったかというと、ゼネラル産業はとりあえずね、現金300億もらって、で赤字を脱却して別の銀行から融資をたくさん受けたというのが、今回のゼネラル産業の動機だったわけですね。で、電脳の方はとりあえず赤字を隠したかったと。で、それをさらにうやむやにするためにスパイラルに買収をかけたというのが今回の大まかなお話でした。で、このスキームはですね、電脳もゼネラルもどちらも得するスキームなんですよ。で、誰が一体損してるのかというと、粉飾を見抜けずに、見破れずに融資をした間抜けな銀行が結局損をしてたという話なんですね。で、その見破れなかったのを半沢が見破ったという今回のお話でした。本編でも語ってましたけど、うやむやするために電脳はスパイラルを買ったわけなんで、ね、ここでね、本当は東京中央銀行が入ってくると、このゼネラル産業との粉飾がバレるんじゃないかっていうのが怖くて、最初セントラル証券の方に話を持っていったということだったんですね。で、今回の粉飾決算なんですけども、いわゆる、資産の過大計上ですね。その中でも、営業権、のれんっていうんですけども、の過大評価、&資金還流と、こういう一連のスキームでした。これはですね、オリンパス事件とかにも似てて、あといくつかこのタイプの粉飾ってあるんですけども、オリンパス事件の時とかも、監査法人は見破れなかったので、本当はね、会計士とかがそれを見破るべきだったんですよね。電脳だって上場企業ですから。だけど、それを見破れなかったというのが、今回の残念なところだったということですね。で、話、後半、怒涛な話になるわけですが、帝国航空の再建ということで、元ネタは皆さんもわかりますね。2009年から2011年の JAL の経営破綻問題でございます。で、この時も実際ですね、当時民主党政権だったんですけども、JAL 再生タスクフォースというのが国土交通大臣によりぶち上げられまして、で、結果ですね、この時は 87.5% の再建放棄を銀行に要請して、
全部でね、社債とかも込み込みで、5216億の債権放棄を銀行側は飲まざるを得なかったという事件でございます。ちなみに、その時一旦ね、JAL、日本航空は上場廃止になって 100% 減資っていう、いわゆる株が紙くずになると。で、この時私も JAL の株を持ったので、まさに僕の持ってた株も紙くずになったわけですが、まあこういったね、話は今じゃない。ということで、また改めて、また来週以降お話しようかなと思っております。というわけでですね、今回の第4話の感想なんですけれども、証券会社編がね、ついに終わりまして、まあ本当に多分大和田とのやりとりですかね、一番良かったのは。だって、土下座やろうって言われてからの死んでもやだねですからね。で、まあ、半沢を盛り上げるあの感じというかね、本当にあの二人が面白いなと。まあ、あれが本当原作に全くないところなので、非常に面白かったですね。あと原作にあったかどうか忘れたんですけど、やっぱり仕事はね、客のためにするもんだと。それが世のためになると。ね。自分のために仕事をしてないかと。自分のために仕事をしてたら、ミカサとか伊佐山とか大和田みたいになるよみたいなね。あのあたりとかは、本当に、あれ僕今自分がやってる会計士の仕事を自分のためにしてないかなとか、ちょっと不安になってしまったので、本当に、皆さんもそうかもしれ、わかりませんが、自分の仕事ってなんだろうってね、やっぱちょっと考えさせられる、とてもいい回だったんじゃないかなというふうに思います。というわけで、このチャンネルでは毎週半沢直樹終了後、1、2時間以内にですね、動画を急いで作ってアップしてということをやってるんですが、本来は税金ビジネス、投資、経済のお金を得する情報や、国のですね、ややこしい制度を解説したりというのをしておりますので、よかったらチャンネル登録をしていただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。といったわけで、また来週お会いしましょう。バイバーイ。